山根明子は現代音楽の作曲家。大阪府出身。京都市立芸術大学卒業、同大学院修了。音楽学部賞及び大学院賞、京都音楽協会賞を受賞。在学中にドイツのブレーメン芸術大学へ派遣留学、ヨンギーパクパーンに指示した。これまでに作曲を沢田博士、松本日野春、前田森一。 中村のりこ、川島すばるに指示。主な受賞歴として、竹府作曲賞2005、第22回日本現代音楽、協会作曲新人賞、第75回日本音楽コンクール、第17回、芥川作曲賞、第20回、芥川作曲賞がある。2007年から2013年まで、川島すばると現代音楽コンサート X を主催。 単一の音歌が連続するイディオムで知られる。人型、水玉コレクションナンバーワンでもその芸風は顕著で、ある。その後、音を見るというコンセプトから、全集詞を頻繁に使い続けるようになり、展開ではなく、マリーネ色の羅列へ向かっている。かつて、サルガトーレシャ、リーノは、ゼロから始まり、ゼロに終わるクレスク、または、リムの多様で知られたが、 全周詞で区切られた音色の全体へクレスクまたはディムを配置することで形を表現している。また、日本のゲームセンター、パチンコホールの音響空間からアイデアを得た作品や、それら作品の中で、チップチューン的な音素材を使用している点も、特徴的である。川島スバルは、山根への指南役として、水玉コレクションナンバー01が、日本音楽コンクールで、 1> 第1位を受賞するなど出世作となった、反面、高評価の陰で、首相譲りのという声もあり、自分の影響下にあった感は否めないと振り返っている。しかしその後、デュオ、ラスコで開催した二人展では、各自の音楽性を発揮できたことで、確かな手応えをもたらしたと語った。山根本人は、自分と他者との世界観の違いに強い、関わりがあり、 それが元で孤独なのだと漏らしているが、川島はこれを、そのような感覚に支配されながら、音を形あるものとして作り出す、苦しい創作を継続しているとし、視覚的構成が基本なので、音楽的な分析が無用になり、強いて言えば、現代美術やアートに通じる表現であると表している。音を見るというテーゼについては、山根がよりどころとしている独自の感性は、 他者には真似しがたいだけに、論理的な理解を得られにくい弱点があると指摘。それでも、かつてシェーンベルクがロジックとして導入した十二音技法には、感覚だけに頼っていた無調に見切りをつけ、規律や秩序を与えようと相案された背景がある。ものの、それは、発展をもたらす一方で、逃げでもあるとし、感覚のみに従うや真似は、時代を超えた存在であることを匂わせた。 また山根は自分の音楽性について音を色や空間で表現して確かめると川島と会話が噛み合わなかったとも語っている。作曲家の川島すばると結婚、一時を設けている。ありがとうございます。